何やってんだよ。またお前のミスかよ。たく使えねえな。俺は帰る。明日までにカルテ全部整理しとけよ。もしもし、俺だけど、今から会えない？あ、いつものホテルで。俺の名前は花宮優斗。地方都市の大学病院で医師をしている。親父は会社を経営していたが、傲慢で金遣いが荒く、何度暴力沙汰を起こしたかわからない。挙句の果てに会社は倒産し、最後はアルコール中毒で死んだ。母さんは優しかったが、親父への長年の苦労から体が弱っている。そんな状況の中で、俺の心は壊れ、気づけば、親父と同じ傲慢な人間になり下がっていた。じゃあ、俺帰るわ。あ？付き合いたい？その話は今度愛し合うときに。まったくそんな関係じゃねえだろ。勘違いすんなよ。終電には間に合いそうだな。ありがとう。こんな時間にお帰りですか？お疲れ様です。いつもここで弾いてるの？ええ、実は私音大生で。だけどお恥ずかしながら自分のピアノを持っていないんです。だからよくここで閉まるギリギリまで弾いてるんです。音大生なのにピアノ持ってないの？それじゃあ勉強にならないでしょう。その曲なんて言ったっけ？ノクターン、私の一番好きな曲。あなたもこの曲が好きなの？いや、音楽はからっきしけど、その曲小さい頃うちでよく母さんが聴いててさ、耳から離れないんだよ。ふーん。でも家族との思い出なんて俺にはゴミでしかない。あいつらのせいで俺の人生はめちゃくちゃだ。そんなことを言うものじゃないわ。あなたの人生がめちゃくちゃになったのはあなた自身のせい。ご両親のせいにしているうちはきっと何も変わらないわ。私だって貧しい不死家庭の子だけど、お父さんには感謝しているし、とても幸せよ。
そうなのか。だけどお前に俺の何がわかる。初対面の女性にお前って何にも分かってないのね。はあ、もうこんな時間、行かなきゃ。さようなら。待って、よかったらまた会いたい。いや。え？って言うと思った。ゆうと、おかえり。ただいま。晩ご飯食べたの？食べてなければあるけど。いや、いらないよ。大丈夫か、母さん。うん、この頃また調子が良くなくて。でも大丈夫よ。俺は医者なんだから、いつでも相談しろよ。ありがとう。ねえ、ゆうと、あなたにはその兄弟もいないし、お母さんもいつまで元気でいられるかわからない。だからね、そろそろ人生の伴侶を見つけてもいい時期じゃないかと思うの。それでね、お母さんの知り合いにいい子が。そのことに関しては放っておいてくれないか。でもね、いつかは結婚して幸せになってほしいと。俺が決めるって言ってるだろ。だいたい結婚したら幸せなのか。母さんは飲んだくれの暴力男と結婚して幸せだったのか。俺から見ればちっとも幸せそうじゃなかったけどな。そうよね、お母さん、あなたの結婚に口出しをする資格ないわよね。今の話は忘れて。じゃあおやすみ。おやすみなさい。結婚ね。なんでだ、あのピアノ女の顔が浮かぶ。さっき会ったばかりだぞ俺。気持ち悪い。連絡してみっか。30分も遅刻。お待たせ。これって初デート？さあ店入ろうぜ。はあ、いらっしゃいませ。2名様ですね。こちらへどうぞ。ここはね、クラシック音楽をモチーフにしたイタリアンレストランなの。メニューにはすべて音楽の名前がついていて、アレンジを加えた生演奏が聴けたりして、音大生に人気な場所なの。へえ。じゃあ早く決めようぜ。お待たせいたしました。ボレロ風ボロネーゼでございます。おいおい。イカスミパスタって言っただろう。も、申し訳ありません。ノクタン風イカスミパスタでしたか。何風でもいいけどさ、変えて、すぐに。すぐにお持ちいたします。でさ、休館が2件も入ったんだけど、院長命令で全部俺に任されちゃって、それで今日も遅れたの。昔はさ、頭が本当に良くて神童とか呼ばれちゃってさ、国立医学部にストレート合格？でもあのバカ親父は借金まみれで学費も出せなくて、全部奨学金で通ったってオチ。それで先月は医師会の候補誌にも載ってさ、忙しい毎日だよ。ねえ、それ言うためにまた会いたいとか言ったわけ？なんだよ、そうじゃねえけど。あなたはもっと相手に興味を持って話をするべきよ。それにこんな場所で仕事の話をペラペラ喋るのはどうなの？あと、店員さんに横柄な態度の人って私、大嫌い。そういう人って将来の奥さんにもそういう態度なんだって。そんな人ごめんだわ。でもミスしたあいつが悪いだろ？金払って正してやるんだから、感謝されるべきだろ。言い方ってものがあるわ。彼らは私たちのために働いているのよ。
そのことに敬意を表せないなんて。頭はいいかもしれないけど、人間としては未熟すぎるわよ。わかった、私が教えてあげる。なんだかかわいそうになってきちゃった。かわいそう、初めて言われたな。ごめん。そう、素直に謝れるって大事よ。あ、ノクターンが流れてる。いい曲よね。リサには初めて会った時から叱られっぱなしだった。でも不思議と離れる気にはならなかった。こんな俺のことを叱ってくれる人は誰もいなかったから。リサと同じ時間を過ごす中で、自分自身の弱さに少しずつ気がついていった。今日はクリスマスだね。街も華やかでワクワクするね。そうか、俺は別に。ゆうとくんって冷めてるよね。でも無理して明るくしなくてもいいと思う。人それぞれだもんね。でも1年に1回のイベントを少しくらい楽しみたいと思わない？ほら、誰かと一緒なら楽しいよ。それもそうなのか。そう、あ、その笑顔いいんじゃない。なんだよ。よし、行くか。あ、そうだ、ここの楽器店に寄ってもいい？あ、ここでね、いつもピアノを見るの。いつかお金を貯めて自分のピアノを買いたいから。品定め。ピアノってこんなに種類があるんだな。そう、たくさんあるでしょ。これ弾いてみよう。自分のピアノ、早く買えるといいな。うん、それまで頑張ってストリートで練習するよ。なんだか俺も弾ける気がしてきたよ。一緒に練習する？あー、今はやめとこうかな、忙しいし。とか言って自信ないんでしょう。自信しかないよ。イルミネーションも綺麗だね。クリスマスなんて全く興味なかったけど、案外楽しいんだな。そうでしょ？そう思えたなら進歩だよ。うん、多分一人じゃつまらなかったと思う。え？お前、あ、だからリサちゃんと一緒だから楽しかったんだ。私も同じこと思ってたよ。俺と付き合ってくれない？うん。あ、今日はね、本当はもっと一緒にいたいんだけど、そのお父さんが心配するから。そうなんだ。じゃあそろそろ帰ろうか。終電には間に合いそうだ。駅まで一緒に行くよ。ありがとう。あ、そうだ、これ、これなんつうかクリスマスプレゼントってやつ。クリスマス興味ないって言いつつしっかり用意してるところ、なんか好きだな。やめろよ。チョコレート？これってバレンタインデーじゃん。面白すぎる。ゆうとくんって面白いんだね。面白くねえし、俺はかっこよくて真面目だ。かっこよくて真面目って自分で言える人ってなかなかいないよ。涙
浴びてきた。そんなに笑うなよ、可愛いんだから。ごめんごめん。リサだけは特別だった。他の女たちとは違って、キスはおろか手をつなぐだけでも精一杯だった。何があっても命に変えても守りたい、こんな純粋な気持ちは初めてだった。純愛ってやつか。そんな気持ちを教えてくれたリサと、これからもずっと一緒にいたいと思った俺は、交際3年目にプロポーズを決意した。3年記念のデートで3時間待った。ごめん、本当にごめん、いつも待たせて。ううん、気にしないで。人を救うって誰にでもできることじゃないよ。じゃあ、とりあえずケーキおごりね。今もあのレストランのカルテットショートケーキの気分なの。またしょうがねえな、太るぞ。なんか言った？なんでもない。いらっしゃいませ。2名様ですね。こちらへどうぞ。ありがとう。いろいろ調べても結局ここに来たくなるの。叱りっぱなしの初デートもここだったし。だな。去年のリサの誕生日もここへ来たっけ。で、その後夜景を見るつもりが派手にコーヒーをこぼしちゃってさ、新しい服を買いに行こうにも大晦日でどこも店が開いてなくって。あったあったって、あれはもう時効だから。この3年間、いろんなことがあったね。あのさ、リサ。何？俺たちも付き合って3年。俺は正直、リサと出会う前は傲慢で最低な人間だった。死んだ親父と一緒だ。医者といえば大抵の女は尻尾を振って寄ってきた。俺の中身なんて見もせずに。でもリサは違った。俺の中身を見てくれた。ねじ曲がった根性を叩き直してくれた。それが新鮮だった。リサと出会って日々を過ごす中でたくさんの優しさや強さをもらって、俺の人生や考え方は変わったんだ。自分勝手じゃなく人のために生きたいと思えたんだ。ありがとう。これからは俺が優しさを返す番だね。俺と結婚してくれませんか。ありがとう、嬉しい。出会えてよかった。ノクターンの調べが私たちをつないだんだね。正直最初はこの人何って思った。でもほら、違うからこそ知りたくなるでしょ。何度か会ううちに瞳の奥に優しさというか脆さが見えて、この人は何か苦悩を抱えて強がってるって思ったら放っておけなかったの。本当に悪い人だったら最初から私を傷つけているはずだから。でも今はこんなに温かいあなたに変わった。ゆうとくんとなら私の一番の夢を叶えられる気がするの。リサの一番の夢って？温かい家庭を作ること。そうか。私のお父さんに会ってほしいな。そうだな、お互いの親に挨拶しないとな。ずっと大切に思ってくれてありがとう。こんなところで恥ずかしいだろ。たっく、まあそういう大胆なところも好きなんだけど。もしもし。え、母さんが？わかった、すぐに戻る。お母さんどうかしたの？急患で運ばれたらしい。危ない状態だって。悪い、すぐに行かなきゃ。いつも待たせてごめんな。そんなこと気にしなくていいから、
すぐにお母さんのところへ。後悔してほしくないの。私も後で病院に向かう。ゆうとくんのお母さんに会いたい。お父さんを連れて病院へ向かうね。ありがとう。俺の病院で待ってる。また連絡する。もしもし、リサか。どうした？お父さん、今時間ある？ああ、大丈夫だよ。あのね、会ってほしい人がいるの。リサ、それって。うん、大切な人がいる。そうか。いつかはこんな日が来ると思っていたよ。それでね、よく聞いて。今、婚約者のお母さんが倒れて危ない状態に。本当に突然なんだけど、今からお父さんにも会ってほしくて、会えるうちに。来てくれる？もちろん、これから向かうよ。ありがとう、お父さん。ゆうと、分かってるの。お母さん、もう長くないんでしょ？母さん、医者なのに救えなくて、不甲斐なくてごめん。育ててくれてありがとう。あのダメ親父から守ってくれて感謝してる。ゆうと変わったわね。立派な大人になったね。あなたを誇りに思うわ。お母さんは幸せよ。それと、俺には3年前から大切な人がいる。結婚も決めたんだ。母さんに一目合わせたい。まだまだ子供だと思っていたのに、素敵な伴侶を見つけたのね。お母さん、安心したわ。入って。はじめまして、鈴木梨沙と申します。リサさん、あなた、年齢は？25ですけど。なんでそんなこといきなり聞くんだ。はじめましてだろ。もしかして誕生日は12月31日？なんで知ってるんですか？何なんだよ母さん、変だぞ。どうしたんだよ母さん。こんなことってあるの？ごめんね、ごめんなさい。私が悪かった。リサ、リサなのね。大きくなってマサシさんに本当によく似てる。ごめんね。お父さんは元気なの？どういうことですか？なぜお父さんの名前を知っているんですか？母さん、どういうことだ？説明してくれよ。ごめんね、ごめんなさい。ごめんね母さん、しっかりしろ母さん。お父さん。リサ、お前の大切な人がユウト君だったなんて。あなたは親父の人だった鈴木。鈴木がリサの父親？まさかリサの母親って。おい、本当にすまなかった。君のお父さんから暴力を受け、壊れていく彼女を放ってはおけなかった。そして、私は会社を去る覚悟で、彼女の思いを受け入れた。やめろよ。そんな言い訳聞きたくねえよ。だが、その過ちが全ての始まりだった。
彼女は妊娠を隠し通し出産。生まれた子供は私が育てた。それがリサだ。それってそう、ユート君とリサは兄弟なんだよ。まさかこんな運命になるとは。許してくれとは言わない。すべては私たちの責任だ。すまなかった。なんだよそれ。俺とリサの未来はどうしてくれるんだよ。おい、聞いてんのか。人の母親たぶらかして絶対に許さねえ。そうだ、これもノクターンだ。間違いない。リサと母さんは親子なんだ。好きな曲も一緒だ。ノクターンが繋いだのは俺たちじゃなかった。この非常で残酷な運命なんだ。ユート君、やめて。お父さん、お父さんは過ちを犯した。それは許されることじゃない。でも自分の立場を失ってでも私を愛し、男で一つで育ててくれたことに変わりはない。幸せだったよ。でもね、なんで隠していたの？嘘をつけばやり過ごせると思ったの？すごく悲しいよ。ユート君との幸せな記憶も未来も全て崩れ去ってしまう。私は リサ、しっかりしろ。大丈夫だ、俺が助けてやる。リサ、これからのことをゆっくり話そう。こんなに幸せに嫌われた二人はいない。お願いだ、起きてくれリサ。リサ、目を覚ましたのか。よかった、本当によかった。なんて言ったらいいのか。俺はな、これから。やめて。リサ、どうした？気分が悪い？あなた誰なの？人の病室に勝手に入ってくるなんて。ナースコール押さなきゃ。リサ、俺だよ、ユート。3年も一緒にいた。知らない、出て行ってください。そんな。早く。目が覚めるとリサは俺のことだけをきれいに忘れていた。解離性健忘を患い、強い精神的ショックで俺との記憶だけがなくなっていた。記憶はいつ戻るとも戻らないともわからない。ユート君。鈴木、気安く名前で呼ばないでもらいたい。母親を亡くし、愛する人の記憶からも消えた俺の気持ちを考えろ。本当なら今すぐここでお前を殺してやりたい。だがリサが悲しむことはしたくない。ユート君、すまなかった。本当に申し訳なかった。謝るならなぜ裏切った？お願いだ、俺たちの前に二度と現れるな。二度までもリサを傷つけるなら今度こそ許さない。わかっている。君とリサにこれ以上辛い思いはさせない。今後一切君たちに関わらないと約束する。そうしてくれ。でも鈴木、元気で。リサ、妹を育ててくれたことには礼を言う。ああ、リサには君が必要だ。頼んだよ。またあなた、何しに来たんですか？そう、私の父を見ませんでしたか？さっきまで一緒にいたはず。
出ない。なんで？お父さんは事情があって君にはもう会えないんだ。何それ、何を言ってるの？あなたがなぜそれを知っているの？混乱せずに聞いてほしい。僕は君の兄なんだ。君も僕もずっと兄弟はいないと思ってきた。でもいたんだ。生き別れていたけど僕たちは兄弟なんだ。え？そんなはずない。私の家族はお父さんだけよ。いきなりあなたが現れて兄だと言われても、そんなの信じられないわ。私はお父さんを探す。お父さんから聞いた。リサを愛していると。これからはお兄ちゃんと生きていってくれと。そんなの嘘よ。あなたのことは知らない。出て行って。その曲は俺の一番嫌いな曲だ。でも君にとっては一番好きな曲なんだろ。なんで？もしかして本当に私のお兄ちゃんなの？ああ。内緒で練習していたノクターンをこんな形で弾くことになるなんて思いもしなかった。俺は心から愛した女性であるリサのため、恋人に戻れないとは分かりつつ、一緒に暮らし彼女を支える決意をした。しかし3年経ってもリサに俺の記憶が戻ることはなかった。そんなある日。お兄ちゃん、おはよう。おはよう。今日の朝ごはんはクロワッサンと目玉焼きだぞ。準備するから待ってて。オッケー。そういえばお兄ちゃん、そろそろピアノの調律を頼んでもいいかな？もちろん、頼んでおくよ。ありがとう。目玉焼きできたぞ。わあ、いただきます。おいしい。お兄ちゃんの作るご飯は最高だわ。それはどうも。あ、そうだ、お兄ちゃん。なんだ？あのね、実はね、今度会ってほしい人がいるの。私結婚するんだ。そうなのか。それはおめでとう。お父さんが突然いなくなっちゃって、でも私にお兄ちゃんがいるって分かって嬉しかった。3年間私を支えてくれて本当にありがとう。あのね、本当に素敵な人に巡り会えたの。お兄ちゃんみたいにね、優しくてあったかい人なんだよ。俺はリサ、本当はな、俺は言うな。どうしたの？お兄ちゃん？ううん、なんでもない。リサが幸せになってくれたら兄ちゃんは幸せだよ。なあリサ、聞かせてくれないか？でもあれはお兄ちゃんが一番嫌いな曲じゃ。言っただろ、リサの幸せは俺の幸せだ。わかった。
ありがとう。じゃあ仕事行ってくるね。リサ、おめでとう。こんな日が来るなんてな。これでよかったんだ。これで。始まりも終わりもノクターンの調べの中だった。彼女であったリサはもう俺の記憶の中にしかいない。それでもいい。自分勝手で傲慢だった俺が世のため人のために生きようと思うことができたのだから。あれから50年が経った今、地域医療に人生を捧げ生涯独身を貫いた俺の命の灯火は、院長室に置かれたベッドの上で間もなく消えようとしている。思い残すことは一つ、生まれ変わったら結婚してくれませんか。